皆さんこんにちは。こんにちは。マネー&UTV の頼藤大樹と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、投資信託の為替ヘッジありと為替ヘッジなしどう考える、円高局面に備えて為替ヘッジありへ投資した方がいいのか、イエーイ。はい、ということで僕たちはこちらの書籍の著者でございます。著者でございます。はい、初めての NISA のイデコ、制度改正対応最新版が発売となりました、イエーイ。はい、こちらどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、その他初めての資産運用、定年後ずっと困らないお金の話、大好評発売中ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では本題に戻りますけれども、まず為替ヘッジとは何かですよね。はい、はい、為替ヘッジとは先物取引や信用取引といった特殊な手法を使って為替変動による値動きの影響を抑える仕組みだということですね。はい、はい、外国資産の値動きのイメージなんですけども、うん、まあ、僕たちが例えばアメリカのですね、株式に投資するとなった場合には、うん、そのアメリカの株式の株価変動と為替レートによる値動きがありますよね。はい、はい、ですので資産全体の値動きとしては為替レートによる値動きと資産自体の値動き2つ合わせたものになるわけですよね。うんうん、でこの為替レートによる値動きを抑えたいというのが、まあ、為替ヘッジですから、うん、はい、為替ヘッジをすると資産自体の値動きだけに投資できるようになるというものなんですよね。はい、はい、でただこういうふうな為替レートによる値動きをなくすってことは、うん、やっぱり何かお金がかかるわけじゃないですか。そうですね。はい、それが為替ヘッジコストと言われておりまして、うん、はい、はい、為替ヘッジコストというのは2国間の金利差がね、そのままね、あのコストになるっていうふうに考えていい大丈夫なんですけども、はい、例えばこちらの図では、うん、円の短期金利が外国通貨の短期金利より低い場合というのを載せてますね。うんうん、で今ほら円金利っていうのは外国資産の金利よりも低いじゃないですか。そうですね。はい、うん、ですから、まあ、あの金利差が生まれていますと。でこの金利差分がちょうど為替ヘッジコストになるんだよっていうことなんですね。はい、はい、で今結構高いよっていうのが、うん、まあ、こちらの推移を見ても分かると思うんですけども、うん、はい、アメリカがですね 1.75% で日本がマイナス 0.1% というところなので、はい、まあ、結構ヘッジコストが高いよっていう、そんな状況なんですよね。はい、はい、で先ほど為替ヘッジをつけると為替レートの値動きがなくなって資産自体の値動きだけになるよっていうふうな説明をしたんですけども、うん、あれは実は正しくはなくてですね、うんうん、真の姿というのは、はい、まず今話したヘッジコストがあるわけじゃないですか。はい、はい、この為替ヘッジコストっていうのは運用成績に反映されるんですよ。うん、そうだから目に見えにくいコストなんですよね。なるほどね。はい、で投資先が金利の高い国ほど為替ヘッジコストというのは高くなりまして、うん、はい、運用成績を下げる要因につながります。うん、はい、この左下に見せているのが先ほど見せたものですけども、うん、正しくはこうじゃなくて、はい、右側にある真の姿なわけですよ。うん、はい、為替レートによる値動きはなくなりますと。はい、でもヘッジコストも負担しないといけない。だから為替ヘッジ後の値動きっていうのは残った部分になるということなんですよね。なるほど。そうなんですよ。うん、まあそれはそうだよっていう話なんですよね。うん、はい、で為替ヘッジありとなしでどれぐらいリスクとリターンが違うのか気になるじゃないですか。そうですね。はい、それをまとめたのがこちらですね。はい、はい、このタワラノーロード先進国株式とか先進国債券、うん、あとアイフリー外国株式インデックスっていうのは、うん、為替ヘッジありとなしの商品があるんですよね。はい、はい、ファンド名に書いてあるのがその商品名なんですけども、うんうん、はい、まあ、こんな感じになっております。でこちらでは純資産総額とか信託報酬とか、うん、リターンリスクシャープレシオ5年分載せておりますね。はい、はい、で見ていただくと、うんうん、為替ヘッジがある場合はリスクは低くなってますよね。うん、そうですね。うん、でもリターンも低くなっているのも分かりますよね。そうですね。はい、そして、うん、シャープレシオというのはリスクに対するリターンの度合いなんですけども、うん、まあ、リスク効率が悪いことが分かります。これ数字が大きいほどいいんですけども、うんうん、悪くなってますよね。そうですね。はい、でまあ為替ヘッジなしは2022年に一気に円安が進んだので、うん、まあ、為替差益によるリターン向上の企業効果は大きいと思うんですけども、はい、為替ヘッジありのリターンは、うん、この為替ヘッジコスト分が運用成績を下げている要因もあるのかなと思うんですよね。うん、はい、はい、でなお為替ヘッジありとなしでは、うん、信託報酬に差が生じる場合もあります。うんうん、はい、このタワラノーロードシリーズは差が出てますよね。そうですね。はい、うん、0.1% か 0.03% とかね、それぐらいの水準なんですけども、はい、まあ、ヘッジありの方が少し高くなるような、まあ、そういうふうな商品になってますね。はい、はい、
で、まあ、こういったところがあるんですが、じゃあ今後のね為替レート動向を踏まえて、うん、まあ、この動画の投資信託の為替ヘッジありと為替ヘッジなしをどう考えるべきかというね結論を出していきたいなと思います。はい、はい、でまずですね、うん、米国は利上げ方針を継続ですよね。そうですね、はい、うん、で2023年の後半になって、まあ、利下げするんじゃないかっていうふうにマーケットは予測しております、はい、まあ、そこまでは結構高い水準が続くわけですよね、うん、はい、だから金利差拡大と維持がされるわけですから、うん、金利陛下の立場ですとドル高円安は続く見通しだということですね、うん、はい、でこの金利陛下っていうのは何かというと、うん、為替相場決定理論の一つでして、うん、まあ、為替相場は資産を自国通貨建てで運用する場合と外国通貨建てで運用する場合の収益率が等しくなるように決定されるっていう考え方なんですね、うんうん、はい、まあ、こういった考え方を基にするとドル高円安は続く見通しだということです、はい、はい、で為替相場を決定する理論の一つにもう一つありまして購買力陛下というのがあるんですね、うんうん、はい、こちらの立場では実勢為替相場はドル高円安に行き過ぎというふうなサインになっております、はい、はい、実際の為替レートが購買力陛下と一致することは稀なんですけども、うん、長期的には購買力陛下に沿って推移することが一般的なんですね、うん、はい、で購買力陛下っていうのは、うん、為替相場は外国の一般物価水準に対する自国の一般物価水準の比率に等しくなるという考え方なんですよ、うん、はい、まあ、どこで買っても物の値段で一緒にならないと不公平じゃないか、うん、まあ、それが為替レートに反映されるみたいな考え方なんですよね、はい、はい、でこの購買力陛下ベースの為替レートから大きく乖離しているときはいずれ購買力陛下の水準に向かって動くだろうというね相場の将来の方向性を知る手がかりにもなるわけなんですよね、うんうん、はい、でこのドル円の購買力陛下って今どんな感じになっているのかっていうのがこちらなんですが、はい、はい、こちらは公益財団法人国際通貨研究所というところが出している、まあ、グラフですね、はい、これ定期的に更新されているんですけども、うんうん、まあ、最新はね9月末基準が載っております、はい、でこれによると消費者物価ベースのドル円の為替レートは 108.72 円なんですよ。うん、で企業物価ベースのドル円の為替レートは 88.87 円ということで、うん、あ、はい、だいぶ安い、そう、そう、うん、まあ、だいぶ高いんですよ、円高なんです。そう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 、だいぶ高いです、ね、そう、だから、はい、ね、11月24日時点のドル円は139円なんですよね、うんはい、だ消費者物価企業物価ベースから見れば今超円安っていう水準なんですよ。なるほど、はい、うん、だから、うん、長期的には購買力陛下に戻っていくっていうか、まあ、そういうふうに沿うようになるんであれば、うん、はい、まあ、今後は円高局面が来るんじゃないかなっていうのが購買力陛下の見方ですね。なるほど、はい、はい、でもう一つですね、はい、はい、平均への回帰というのがあるんですよ、うんうん、はい、で平均への回帰っていうのは、うん、統計学的な現象のことを指すんですけども、はい、はい、平均の回帰はある一つの試験結果について偏った成績、特別に良かったとか悪かったの集団を対象として2つ目の試験の結果を見るとその集団の平均成績は1つ目よりも2つ目の方が平均値に近づくっていう、まあ、こういう現象があるんですよ、うんうん、はい、でこれは過去のマーケットでも当てはまっていまして、はい、ということは市場の平均への回帰を考えれば、うん、今は円安に行き過ぎているのではないかということで、うん、まあ、ドル安円高局面が来るんじゃないかなというところなんですよね。はい、はい、まあ、今は金利陛下の立場からすれば、うん、ドル高円安は続く見通しだと、うん、でも長期的には購買力陛下とか平均への回帰を考えると、うんうんうん、円高になるんじゃないかというところなので、うんうん、でこうやって話をするとね、うんうん、まあ、円高になるんだったら為替ヘッジありを使った方がいいんじゃないかっていうところもあるんだけども、はい、やはりねこの時期的なところが予測は難しいじゃないですか。いつ円高になるんだっていうところはね、そうですね、はい、この金利陛下のところも今うまくいってるけども当てはまらなくなる可能性もありますから、はい、まあ、そこはやっぱ難しいので、うん、でそれとですね先ほど説明したように、はいはい、為替ヘッジありを選ぶと為替ヘッジコストが大きいじゃないですか、うん、はい、ということなので、はい、まあ、そこも踏まえるとねどうかなというところと、はい、はい、値動きとうまく付き合いながら増やすには分散投資が重要ですよね、はい、はい、で分散投資には資産、地域、業種、銘柄、時間などがありますけれども、はい、忘れてはいけないのが通貨の分散なんですよ、うんうんうん、はい、ということで、はい、余計なコストをかけず、うん、為替差益を得られる可能性も考えれば、はい、為替ヘッジなしの投資信託を選ぶのが無難じゃないのかなと思っております。はい、
まあ、つまりあの為替動向を気にするというよりは、自分が投資している資産が長期的に右肩で、増えていくかどうか、成長していくかどうかって、そっちの方が大切だということですよね。はい、ですから、為替ヘッジなしの投資信託で、まあ、コツコツと積み立て投資をすることが大切ということかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、僕たちの見解はこんな感じなんですが、ぜひ皆様の投資行動に生かしていただければと思います。はい、はい、ということで、このような感じでマネンデュー TV どんどんね、情報を配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、僕たちツイッターやっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。 See you。